25周年を迎え、今なお増え続ける遊戯王カード。その中にはクソカードと呼ばれる使い道のわからないカードが存在する。そんなクソカードを治療し、なんとか使い道を考える。人はそれをクソカード診療所と呼ぶ。本日の患者を紹介するぞ。どうぞ。ローガーディアン君、2000年発売のパックダークセレモニーエディションで登場したレベル7光属性戦士族の儀式モンスターだ。専用儀式魔法ローの祈りによって、レベルの数が合計7以上になるように手札フィールドのモンスターをリリースすることで降臨できるオーソドックスな儀式モンスターだな。では早速効果を見ていこう。なるほど、これは重症だな。まず第一に、初期の儀式モンスター全般に共通する症状でもあるが、効果がないことにはどうしようもない。となれば必然的に種族属性やレベル、攻撃力などステータス面に着目するしかなくなるが、光属性戦士族である点はオネストや新鋭の女戦士で戦闘面のサポートが受けられるほか、守備力が高い点に着目すれば最強の盾を装備させることでアタッカーとして起用できるという利点はなくもない。効果を持たないモンスターであるため、転移などのサポートを受けられることを加味すれば強引にエースモンスターとして使うことも不可能ではないが、根本的な問題として、儀式モンスターはサーチカードなどのサポートは豊富であるものの、儀式魔法に加え生贄用のモンスターなど必要なカードが多く、リソース消費が激しいという明確な欠点が存在し、エレメンタルヒーローネオスのように似たステータスを持ち、専用サポートも豊富な通常モンスターと比較すると、ローガーディアンをわざわざアタッカーとして使用する利点は薄いと言わざるを得ない。儀式サポートや戦闘補助カードなどでローガーディアンをサポートすればデッキとして成り立たなくもないが、ローガーディアン独自の強みを生かせているとは言えないだろう。総じて効果がない、儀式召喚が手間、通常モンスターでいいと一見手の施しようがない重篤な欠陥を抱えたローガーディアンだったが、なんと今年10月発売のパックファントムナイトメアでまさかの23年越しに関連する新カードが多数登場し、ローの祈りに書かれていた少女粛清の祈り手ローを筆頭に、光属性でかつ戦士族かドラゴン族である儀式モンスターを駆使して戦う新テーマ粛清として生まれ変わって、もともと手厚くあった儀式の汎用サポートに加え、テーマのつながりという新たな利点を得たローガーディアンの容態も瞬く間に回復と言いたいところだが、強力な無効効果に加え攻撃力4000オーバーにもなれるローガーディアンのリメイクカード粛清なる守護者ローガーディアンが登場したため、ヌーベルズで強化を受けたハングリーバーガーのような名称を指定するサポートもなく、効果を一切持たないリメイク元のローガーディアンの立場はむしろ危うくなったとさえ言えるかもしれない。サーチや展開の手段はハングリーバーガー以上に豊富になったため、効果を持たない儀式モンスターならではの利点を見つけることができれば突破口となりそうではあるが、そこで採用したい第一の特効薬が偉大なるダブルキャスターだ。偉大なるダブルキャスターは効果モンスター以外のモンスター2体で融合召喚できるモンスターで、攻撃力が素材となった儀式、融合、シンクロ、エクシーズ、リンクモンスターの元々の攻撃力の合計分アップする効果に加え、なんと相手プレイヤーに直接攻撃できる効果を持ち、高い攻撃力を持つブルーアイズアルティメットドラゴンを素材にすることで凄まじい攻撃力でダイレクトアタックを叩き込むことが可能で、ブルーアイズアルティメットドラゴンは儀式デッキと抜群の相性を誇る天帝の使徒マクシムスとドラグマの出張セットから墓地へ送り、天帝ギミックの採用率が高い粛清デッキにおいても奇襲性の高いアタッカーとして出せれば非常に面白いカードなのだが、墓地融合のためだけにマジカライズフュージョンなどの融合カードを採用してしまうと、安定した展開が売りである粛清デッキ本来の動きを阻害してしまう可能性があるため、できれば儀式主体の構築は大きく変えずに、必要な時だけエクストラデッキのモンスターなどを用いて墓地融合を行い、奇襲性の高いサブプランとしてダブルキャスターを採用するのが理想である。となると筆頭候補となるのは診療所でおなじみになりつつあるクロックリザードだが、粛清デッキはもともとリンクリボーやダイナモンドなど汎用サイバース族リンクモンスターを採用するケースが多く、サイバース族2体というクロックリザードの召喚条件が満たしやすいものの、クロックリザードの効果で墓地融合をしたい場合、素材として除外するモンスターの他に
融合先となるモンスターも墓地へ送っておく必要があるため、マクシムスドラグマの2枚墓地送りでは、あと1枚墓地リソースが不足してしまい、あと一歩コンボとしては成立しない歯がゆさがあって、そこで本日の主役であるローガーディアンの登場だ。ダブルキャスターはエクストラデッキの効果を持たないモンスターだけでなく、効果を持たない儀式モンスターを素材にしても攻撃力を上げられるため、アルティメットドラゴンに加えローガーディアンを素材にすることで攻撃力6550という凄まじい火力での奇襲が実現可能となる。粛清デッキでは様々なルートからローガーディアンをサーチできるため、粛清の基本展開に必要なカードが素引きできている場合にこちらをサーチし、儀式素材として活用しながら無理なく墓地へ送ることが可能で、粛清は安定して制圧盤面を築くことに長けている一方で、テーマ内での除去手段が少なく、戦闘破壊耐性持ちや対象耐性持ちが場にいると突破が難しいという弱点があったため、相手の盤面を無視して一気に大ダメージを狙えるダブルキャスターの奇襲プランは非常に理にかなっている。その展開に欠かせないカードとしてテーマの結びつきが強く、取り回しのいいローガーディアンはまさに適任と言えるので、とはいえ相手のライフがまるまる8000残っていた場合は、これだけでは相手のライフを削り切ることができないため、結局相手ターンに回り逆転の機会を与えてしまうことになる。残りライフ1450を追加で削る手段を用意しなければ、このコンボはまだ不完全と言えるだろう。そこで採用したい第2の特攻役が戦闘機ハヤテで、戦闘機ハヤテは風属性以外の戦闘機モンスター1体でリンク召喚できるリンク1モンスターで、なんとこちらもダブルキャスター同様にダイレクトアタックできる効果を持っている。適当な効果モンスター2体から戦闘機カメリアを経由することで容易にリンク召喚できるため、こちらもメインデッキを圧迫せずにローガーディアンとアルティメットドラゴンを素材にしたダブルキャスターと並べることで、ほぼぴったり相手のライフを削り切ることができるので、ローガーディアンを採用しこれらのコンボを取り入れることで二撃必殺という新たな強みを粛清にもたらすことが可能になったが、一方でリンク展開による盤面のリソース消費が激しく、攻撃を仕掛ける際に無防備になってしまうという難点もある。相手の妨害にもある程度対応できるよう、粛清なる守護者ローガーディアンを場に残したままリンク展開を行うのがベストであるため、横展開を補強する手段も用意しておきたい。粛清は基本的に召喚剣を祈り手ローやデクレーラーディバイナーに温存する必要があり、また展開の安定性を損なわないように可能な限り少ない採用枚数で展開を増やしたい。さらに言えばクロックリザードの召喚条件でもあるサイバース族であるのが理想的なのだが、なんとその条件にぴったり合致するテーマが存在する。それがリブロマンサーだ。リブロマンサーは召喚剣を使わずに横展開が可能な儀式テーマで、下級モンスターは手札の儀式モンスターを見せるだけで特殊召喚できる共通効果を持っている。あらゆる手段で儀式モンスターをサーチできる粛清デッキにおいては実質無条件で特殊召喚できるモンスターといえ、さらにリブロマンサーファイヤー、リブロマンサーギークボーイは特殊召喚時にそれぞれリブロマンサーモンスター、リブロマンサー魔法カードをサーチでき、フィールド魔法リブロマンサーライジングも発動時の処理としてリブロマンサーモンスターをサーチできるため、このうちの1枚でも引いていれば2体分の展開を一気に伸ばすことができる。さらにリブロマンサーファイヤーは偶然にもサイバース族であるため、クロックリザードの展開を補助することも可能で、墓地融合の要である天帝の使徒のギミックが引けていない場合にも横展開を生かした汎用リンクモンスターによる盤面の補強ができるため、もともと粛清とは相性が良く、天帝ギミックが引けた場合はローガーディアンを使ったダブルキャスターによる二撃必殺コンボを狙えるようになるため、今回の治療においてはこれ以上ないほど適任と言えるだろう。効果がない儀式召喚がテーマ、通常モンスターでいいと一見手の施しようがない重篤な欠陥を抱え、粛清という奇跡のテーマ化を果たすもほぼ完全上位互換のリメイクモンスターが登場し、ますます使い道を見出すのが困難であったローガーディアンだったが、効果を持たない儀式モンスターという他にはないアドバンテージとテーマのつながりによる取り回しの良さを生かし、天帝ギミックだけでは一歩足りなかった偉大なるダブルキャスターの墓地融合を実現させる最後のピースとして活躍できるようになって、リブロマンサーによって展開を補強し、ダブルキャスターと戦闘機ハヤテを並べて立てることができれば、相手の盤面を無視した二撃必殺コンボが可能となる。粛清が苦手とする耐性持ちモンスターを突破するための奥の手、その戦術を支える重要なキーカードとして
ローガーディアンは存分に活躍をしてくれるだろう。最後にデッキレシピを紹介しよう。黒シープはカード名が異なるモンスター2体で出せるリンク2モンスターで、リンク先にモンスターが特殊召喚された場合にリンク先のモンスターの種類に応じて効果を発揮できる。リンク先に儀式モンスターがいる場合はデッキから2枚ドローして2枚捨てる手札交換が可能で、さらにこのデッキでは融合モンスターであるダブルキャスターも出せるため、うまく使えば下級モンスターの蘇生とドローを同時に行える強力なカードとなるだろう。粛清なる遺構は粛清の祈り手ローの効果で場に置くことができる永続トラップカードで、戦士族、ドラゴン族で光属性の儀式モンスターか儀式魔法カードを手札墓地からデッキに戻すことで粛清モンスター1体をサーチ、あるいはリクルートすることができる。手札の都合で逃げ気必殺の盤面を作れない場合はローガーディアンを戻して粛清モンスターを展開しよう。もう一方の破壊効果は当然場のローガーディアンもカウントされるため、展開に余裕がある場合はローガーディアンを積極的に儀式召喚してもいいだろう。クソカード診療所は常に患者を募集している。治療が必要なカードがあればコメントしてくれるとより多くの患者を救えるから助かるぞ。というわけで本日の診察は以上で、世の中には治療を待ち望んでいるクソカードたちがたくさん存在している。1万種類を超えるカードの組み合わせとデュエリストのひらめきによって多くのカードを救うため、クソカード診療所は今日も患者に向き合い続けるのだ。